ベルネル・ヤルビネンは、フィンランドの陸上競技選手。20世紀初頭に活躍した、円盤投げを得意とした選手。1908年ロンドンオリンピックの銅メダリストで、ある。西総未州、ピルカンマーケン・ユーパイオキ出身。ヤルビネンは、1906年に、アテネで行われたオリンピックの中間大会では、砲丸投げ、石投げ、円盤投げ、 ギリシャ式円盤投げそして槍投げの5種目に出場。砲丸投げ、石投げは上位6位までに入ることはできなかったが、槍投げは5位という成績を残した。得意の円盤投げでは、通常の円盤投げで36メートル82で3位となり銅メダルを獲得。そして、古代ギリシャ彫刻にも存在する台の上から投げる、スタイルのギリシャ式円盤投げでは、 3 5ル1 7でギリシャのニコラオスゲオルガンタスラを抑えて金メダルを獲得した。1908年のロンドンオリンピックでは砲丸投げと槍投げでは前回と同じく結果を出すことができなかったが円盤投げでは通常の円盤投げで3 9四十三で4位。そして二年前の中間大会で優勝したギリシャ式円盤投げではメートル四4八で アメリカのマーチン・シェリダン、マー・キーズ・ホアに続いて、銅メダルを獲得した。ヤルビネンは、42歳となった1912年には、ストックホルムオリンピックにも出場。ギリシャ式円盤投げはこの大会から正式種目から、外れ、円盤投げは、通常の円盤投げと、左右両手による円盤投げの2種目が行われ、通常の円盤投げは15位。 両手による円盤投げは12位に終わっている。ヤルビネムの息子たちも陸上選手として活躍。一番上のカーロは1932年ロサンゼルスオリンピックの方眼投げで8位。二番目のアキレスは1928年アムステルダムオリンピック、1932年ロサンゼルスオリンピックの十種競技の銀メダリスト、そして一番下のマッティは、 1932年、ロサンゼルス大会のやり投げで、金メダルを獲得している。ありがとうございます。